クラウド。よかった。目覚めた。大丈夫？ここ。子供の頃、ここで暮らしたの。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。もう少し寝てた方がいいんじゃない？大丈夫ならいいんだけど。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、シンラには何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って、運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、神羅の犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、
私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい、みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。よく見つけたぞ。おい、何をする？やっと会えたって。ウェッジ、どうして？お前大丈夫なのか？エルミナさんのご飯が美味しくて、ってそんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ、今の何？爆発？ヒンキアバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた？慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ？奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか？そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。終わりだ。飛んでけ。
備えておこう。よし、出て行く。やったな。あっちだ、おい。クラウドさん、お待ちしてました。すでにお伝えした通り、僕はシンラに席を置きながらシンラと戦う術を探っています。身を危険にさらしても研究に没頭してしまうのは上司である北条博士の影響です。そんな彼からの独立、これが僕の研究の目的です。事情は明かせませんが、僕にとって大変な難題です。今はただ僕の研究を進めるしかありません。そのテーマはクラウドさん、あなたです。あなたに秘められた力を引き出せれば、シンラと北条に立ち向かう力となるんです。さあ、新たな戦闘データの提供をお願いします。相手はあらゆるデータを掛け合わせた架空のモンスターや兵器のデータです。準備ができたら、この奥にある特別改造された最上位バトルシミュレーターで模擬戦闘に挑んでください。共にシンラに立ち向かいましょう。準備ができたら、この奥にある特別改造された最上位バトルシミュレーターで模擬戦闘に挑んでください。共にシンラに立ち向かいましょう。今後も遠慮なくお越しください。僕はいつもクラウドさんのデータを検索してモニタリングしていますから。クラウドさん、バトルシミュレーターに新たなデータが追加されました。詳細は明かせませんが、シンラの重要機密、かつあまりにも危険な存在です。僕自身、この極めて特異なデータをどう扱うべきかまだ判断できないというのが正直なところです。しかし、戦闘データを通して見えてくる仮説もあるかもしれません。僕はクラウドさんの可能性にかけてみたい。ご協力よろしくお願いします。
待ってた。当然の結果だ。
かき回せ。貫く。覚悟を見る。決める。暴れろ。
Thank you.
方がだ。覚悟しな。
気に。
望が足りない。燃え上がって、このクジラ。Yeah.
じく耐えられると思わないで。ただじゃ済まないから。よっ、それ、今ちょっと違う。しまった。そこ、カズ、せめてこう行け。逃がせない。Thank you.
Yeah!
Come
白き緑茶の前に誘う。
気をつけてね。頑張るね。いけそうかな。やろうぞ。
Yeah.
くよ。Yeah!
お疲れ様でした。クラウドさんに秘められた力が完全に解放されましたね。これで僕の研究も完結です。今こそ真実をお話しできます。僕は北条の研究をサポートするために作られたサイボーグなんです。研究に必要な能力を極限まで強化された一方、北条の意志に背く行動を取れないようプログラムされていました。でもクラウドさんと出会った時に僕を縛る制約を無効にする仮説を検知したのです。クラウドさんのような可能性を秘めた存在を独自に研究することは北条の意志には反しないのです。僕はクラウドさんを利用することにしました。クラウドさんが模擬戦に勝つたびに僕自身に適応する機能向上パッチを実行するように仕込んでおいたのです。全ての研究が終わった時に僕が北条から自由になれるように。そうか。今までありがとうございました。クラウドさんのおかげで僕は僕自身になれそうです。これからどうするんだ。わかりません。自分のこと、未来のこと。わからないって楽しいですね。クラウドさん、ようこそ。協力は惜しみません。クラウドさん、僕のこと忘れないでくださいね。行こう。うん。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部
哀れだな。受け入れろ。仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。急がないと。